フレンはまだ見つかっていないようね。一体何があったというのかしら。おい、来てくれ！イエリッツァ先生の部屋から女性の悲鳴が聞こえたんだ！イエリッツァ？仮面の武術師範じゃな。いかにも怪しげだったが、急ぎ向かえ。イエリッツァ殿、いらっしゃいますか？不在のようですな。ん？あそこに倒れているのマヌエラ殿。いえ、意識を失っているだけみたい。何者かに襲われたのね。犯人はやっぱりイエリッツァ先生なのか？もしかしてフレンをさらったのも。まず調べるべきはそこの隠し通路ですな。どうしますかね、先生。悠長なことを。その間に犯人が逃げたら言い訳もできませんよ。よし、突撃で決まりだな。待ってろよ、凶悪犯。さあ先生、行くとしますか。地下にこんな部屋が。うん、また人が倒れているようです。先生、どう見ても女性に見えますが、しかも二人いますな。おい、誰か来たぞ。あの鎌と仮面、性病で戦ったやつだ。貴様、あの剣も死ぬは俺か、貴様か。地獄の舞踏を楽しもう。行く。貴様などに用はない。先生、それにメルセデス、こんなところでのんきに何してんだ。何って、おしゃべりしてたところよ。カスパルこそどうしたの？そんなに慌てて。おい、まだ聞いてねえのか。ガルグマークの近くで帝国軍を見たって話。あら、帝国軍？もしかして偵察に来たのかしら。それなら対処のしようもあるし、まだいいんだけどよ。どうやら帝国軍の中にあの死神騎士がいるって噂でさ。死神騎士。いえ、大したことじゃないわ。ただこんな時になんだけど、ちょっと弟のことを思い出していたの。へえ、お前弟がいたのかよ。ええ、一つ年下の弟がね。父親は違うのだけれど。しかし、なんでまたいきなり弟のことなんか考えてたんだ？それは、うん、君たちも早く戦いに備えてくれ。つい先刻、封じられた森で死神騎士を発見したという報告が入った。わずかな手勢しか連れていないようだから、我々騎士団で対処するつもりだが、他に敵が現れないとも限らない。君たちは万一の事態に備えてもらいたい。死神騎士、行かなくちゃ。おいおい待てよ、メルセデス。どんな事情があるか知らねえけど。止めないで。私はあの子に、死神騎士に会いに行かなくちゃいけないの。ああ、ほっとけねえもんな。なら、俺とメルセデスで死神騎士を探せ。
先生は学級のみんなを集めて俺たちの後をすぐに追ってくれ。やっと追いついた。メルセデス、足速そうに見えねえのにやるな。さあ死神騎士、俺が来たからにはもう観念しやがれ。困りますな、死神卿。勝手な行動を取られては。しかし、まさか貴公、教団の者たちと通じていたのではありますまいな。その沈黙は否定か肯定か。否定と捉えてよろしいですな。ならばそこにいるガルグマクのネズミどもを始末してもらいますぞ。今日が乗らない、貴様らがやれ。陛下には報告させていただきますぞ。お前たち、さっさと討ち取れ。おっしゃー、どっからでもかかってこい。俺がまとめてなぎ倒してやるぜ。待って、カスパル。死神騎士まで殺すつもりなの？お、殺しちゃまじいのか？なんでだよ。死神騎士と知り合いとか。ええ。それに、あの人には戦う意志がないように見えるの。まずはみんなと合流しましょう。周りの帝国軍を倒せば、引いてくれるかも。俺、あいつに挑みてえんだ。聞いてくれるとしても戦えねえかな。帝国最強と名高い死神騎士、お前を倒して俺は強くなる。単純なやつだ。俺はもっと強くなる。絶対だ。そのためにもここは行くぜ。待って、行かないで。エミール、お願い、その兜を取って。逃げるなら追わないが、挑むならば戦うのみ。巡り合わせが悪かったな。今日の決着はない。引け。ここは飛行来たか。こうしてちゃんとお話しするのはもう何年ぶりになるのかしら。そのごめんなさい。私もっと早く迎えに行ってあげるべきだったわよね。バルテルス家での暮らしはとても辛かったでしょ。なあ、事情がつかめねえんだが、メルセデス、こいつ誰なんだよ。私のたった一人の弟、エミール。ねえ、そうなんでしょ。は？死神騎士が弟だって？嘘だろ、全然似てねえぞ。大修道院を離れろ、メルセデス。おい、あんた言うことはそれだけかよ。口を挟むな。やだね。あんたメルセデスの弟なんだろ。久々に会った姉ちゃんになんかねえのか。死ぬことになる。それでも
私は戦うって決めたの。あ、そうだわ、エミール、あなたも私たちと一緒に戦いましょうよ。それはできん。我が心はすでに捧げだ。だがこれを受け取れ。これ、まさか英雄の遺産よね。そうだわ、あなたも私と同じ紋章を。次に会えば殺す、躊躇なく。あなたには殺されないわ、この宝珠があるんですもの。俺が殺すまで誰にも殺されるな。エミール、言ってしまったわ。姉ちゃん思いなのかそうじゃねえのかよくわかんねえな、あいつ。あんな兜で顔を隠していても本当はね、とっても優しい子なのよ。はあ？優しい奴が殺すとか言うかよ。お前もよくわかんねえな。そんなこと、あの子が変わってしまったのは、あのお家の、いいえ、それよりカスパル、助けてくれてどうもありがとう。俺たちは仲間だ、気にすんなって。それじゃあそろそろみんなのところに戻りましょうか。仮面をつけていても兜をかぶっていても私にはわかるわ。今お前と交わす言葉はない。デイル！このくらいで引いちゃ話にならねえ。怪我してねえか、メルセデス。ええ、カスパルのおかげで助かったわ。だけど、やつなら森の奥へと逃げた。話したいことがあんだろ、行こうぜ。ありがとう、カスパル。なんだよ、俺になんか文句あんのか。貴様なら扱えるかもしれん。こいつは、この女は俺が殺す。それまで誰にも殺させるな。エミール、言ってしまったわ。あの女来るか。ん？誰のこと？まさか先生か。さすがにこの要塞は落とせねえだろう。死神の鎌が貴様を断つか、その剣が俺を殺すか。ここに来るまで何人顔見知りを殺してきた。全力の喧嘩、行くぜ。気にすんな、負けたら死ぬ、そういう喧嘩だろう。
カルト、お前と敵味方になっちまったな。ああ、そうみたいだね。あまりの残念さに涙が出てくるよ。カスパル、知ってるかな？僕らが喧嘩するのはこれが初めてさ。そういや、そうかもな。最初で最後の喧嘩か。渾身の策だ。俺バカだからよくわかんねえけどさ、あんたとエーデルガルトならきっと分かり合えるって思ってたんだけど、そうはならなかったな。信じる者のため、ドヤー。気にすんな、負けたら死ぬ。そういう